どうも高井です。私のコンテンツのデメリット2つあります。1つ目、効率が悪い。動画の配信者である以上、1日1本なんて撮ってアウトプットして、しかも動画で届けてくれて当たり前じゃないって、あなたはそう思うかもしれない。ですが、私が本を読んで、その本を読む回数というのが10回なのか、20回なのか、30回なのか、はたまた100回以上なのか、それにもよりますが、1本最速でできても1週間に1本だったし、で、どん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 読んでいけば読んでいくほど、リサーチする本って、リサーチで出てくる本って、ね、少なくなっていく。だから2週間に1本、はたまた1ヶ月に1本、半年に1本になる可能性もあります。リサーチから時間かかっちゃってる。読む前にリサーチかかっちゃってる。それが効率の悪い第一つではあるんですけど。で、2つ目、視聴者であるあなたは見たい動画、こういうのを読んでインプットしてアウトプットしてくださいよっていう、こういうコンテンツ作ってくださいよっていう要望は私は聞きたくない。で、なぜなら私自身も勉強というのは嫌いで、読みたい本を読みたいから。この本を取ってもそうだけど、読みたいから読んでるのであって、読んでくださいとか読みなさいって言われた私自身も頭の中にブレーキがかかっちゃって読めません。で、逆にメリットとしては、読みたい本を読んでるから、あなた自身がもしゲームが大好きであれば、好きなものって集中できるじゃないですか。しかもすぐに染み込んで身につく。読みたい本もそんな感じなんですよ。読みたい本を読んでるから短期間でインプットできる。インプットした上でアウトプットするからこそ、私の目標値である2分から3分の動画が作れるわけです。中には朗読してアウトプットして少し妥協気味な動画もあるんですが、それでもそのエネルギーが出るっていうのは、読みたい本を読んでアウトプットしてるからこそなんです。なので、これを参考にしていただけたらなと思っています。それでは。